します。今日一日よろしくお願いします。短い時間ではありますが、僕と一緒に最高に濃い時間を楽しみましょう。まずは、ユートピア。街を抑えられない、ストローに弾ける人の波、日常を裏返す3AM。 カメラビートに来よう、めくられるよ夜と騙す気のこと、髪だ昼のいらない君を守る透明なセンス、脱ぎ捨てて
久しぶりのサムコレなんですけど、皆さん楽しんでいただけてますでしょうか。わ、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はなんかね、演者の方でね、ちょっとバタバタなんかすごいしててね、今日一番なんかこうなんかふわふわ、演者がふわふわしてるサムコレかもしれないんですけれども、まあそんな感じでね、僕の番でも何かねちょっと起こるかなってちょっと不安だったんですけれども、なんとかね、できてよかったなって感じなんですけれども、今日何の日か皆さん知ってます？11月4日。いい推しの日。どう、みんないい推しの日って押してくれてるよって人。ありがとうございます。ありがとうございます。ごめんな、めちゃくちゃ言わせちゃった今。ね、推しがね、今日多分ね、皆さん推しが多分違うと思うんですけれども、今日ねみんな、かっこよくね、ここで、歌ってパフォーマンスしてくれたので、僕もね、中村拓也が推してよかったなと思ってもらえるようにですね、今日一日最後までね、楽しんでいきたいと思っておりますので、ぜひね最後までよろしくお願いいたします。はい、じゃあまあちょっとね、趣味っぽい曲もやったので、楽しい曲をやっちゃいましょうか。いいですか、やっても、yeah. いいですか、yeah. ありがとうございます。よし、じゃあ次の曲お願いします。いっぱい踊っちゃいましょうね。スラッと伸びる一つの影にロコンロコン Begin to be said サンビの嵐、いいやよもういいやよも好きのうちでしょ、聞くことも知らない冗談がスタート、トップから先負けられないし、ロキャッター持たない、今世紀最大の戦いが今幕を開ける、なんか逆らう一瞬の攻撃、渡らない君への思いの失くはまりだけ一筋縄ではいかない、I don't know, you don't know 罪は曖昧だ
くお願いします。あんまだこんなにで気持ちいくさくせん奥の絶対さりない分へアクセス平然それでもどうしないよ大敗せずのらりくらりと壊されるため、確かに存在するエビデンス、それでもどうしても手に入れなくて駆動して今度は早すぜ。 Tell me I don't know you don't know Tell me why I might not It's so tellingめちゃくちゃ楽しいです。ありがとうございます。幸せです。ありがとうございます。Yeah.
いや本当に皆さんのおかげで、楽しい時間を送らせていただいてます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。僕は11月1日が、誕生日で、ありがとうございますありがとうございます。誕生日迎えたあたりからね、ちょっとその今年どうだったかなっていうことをね、振り返る、時間がね、ちょっとずつ出てきて、でiPhone のカメラロールあるじゃないですか、アルバムか、こうバーって見てて、今年ねめちゃくちゃ写真多いんですよ。でも下手したらなんか2000枚3000枚ぐらい撮ってて、なんかいつまで今年なんみたいな感じで、写真をね撮って、本当にね思い出がたくさん今年はあったなっていう感じだったんですけれども、本当コロナでね、活動も本当できてない年とかはもうシュッ終わってて、僕しかもなんかそのラーメンの写真とかなんかケーキの写真ぐらいしかなくて本当にね寂しいなっていう感じだったんですけれども、今年本当にね、いろんな、まあ大変なこともね、たくさんあったんですけれども、本当にそれに、見合うぐらいのね、本当に幸せなことがねたくさんありまして、で僕ね本当にたまに夢に見るんですけど、僕が、なんか市役所で働いてる夢をね結構見るんですよで、なんでかっていうと、僕大学3年ぐらいまでちゃんと働こうって考えてて、で公務員になろうってずっとね勉強してて、1日10時間とかもうずっと確かやってたのかな、多分やってたんですけれども、まあいろんなことがね、ありまして、この道に進むことをね、決心しました。でね、今まで活動してきてね、本当に同窓会とか、同窓会っていうかなんかそのあるじゃない、周りのさ人と久しぶりに会ってみたいな。で、まあ僕ずっと大学3年までそういう勉強してたので、やっぱ周りがねそういう人たちばっかりなんですよ。市役所で働いたり県庁で働いておったりみたいな。で結構ね、ちゃんとしたもう結婚もしてる人おるかな、はい。で、まあ久しぶりに話した時に、あやっぱすごいかっこいいなって思ったんだけど、だけどなんか後悔とかはなくて、本当に確かにね、そんな裕福な生活もできてないし、本当に明日ね自分がどうなってるかわからない、状態なんだけど、本当に自分の好きなことをやって、それを見に来てくれる、応援してくれる、ね、人たちがいて、こんなに幸せな人生ないなと思って、本当に、誕生日付近1日とか2日とかね、すごいエモい感じでいたんですけど、親父に初めて本当初めてだね、なんか刺してお寿司屋さんに連れてってもらって、で僕はお寿司あんま好きじゃなかったんですけど、もう親父が行きたいみたいな感じで寿司屋に行ってきて、で、まあ、僕アイドルの方もやってて、そこにはちょっと書いたんですけど、親父本当に活動のことに関して何も言わないんですよ。僕こういう活動し始めても下手したら 7,8 年経つかなっていう感じなんですけど、なんか何も言ってこなくて、将来どうするんだみたいなこと言われなくて、で親父とお酒を飲んでたら、初めて最近どうなんだみたいな言われて、で、まあ、ちょっとずつだけど応援してくれてる人増えてるよみたいな感じで伝えたら、親父がスンスン言い始めてお酒もね、まあ、入ってたからかなっていう感じだったんですけど、なんか親父がねそうやってちょっと安心っていうか、してる姿を見てね、ちょっとこうなんだろうな、ほっとしたというか、本当に忘れられない誕生日になったなっていう感じだったんですけれども、本当にね皆さんのおかげで僕ここに立ててます。もうなんか毎回のライブでねこういうことを言っちゃうんだけど、でも本当に活動できてない頃のことも
ことも経験しているので、今こうやってね、当たり前のように立てているステージ もう本当に皆さんのおかげでこうやって毎回ね立てているんだなって思って、本当に幸せな時間過ごせているなって思ってます。本当にありがとうございます。親父をね、僕はもっと安心させたいので、これからも皆さん応援をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは最後になりますが、感謝の気持ちを込めましてテトラを歌わせていただきます。一日ありがとうございました。